国鉄一般型機動車標準色種色4号は日本国有鉄道が定めた色名称の一つである。本色は一般系機動車の裾色として1959年9月に制定された。1961年からはそれまで武道色2号が使用されていたディーゼル機関車についても本色が採用された。1976年以降は機動車が 朱色の保を一色に塗られるようになったため、機動車での採用車両数はかなり減少したが、ディーゼル機関車については、国鉄分割民営化後も標準色として使用された。このオレンジ色は、イギリスの鉄道雑誌、レールウェイが Z インターナショナルの当時の表紙の色が、ヒントになったという。国鉄時代は一貫して、機動車、ディーゼル機関車の外部色として採用された例が多く、 他の車種への採用は、戦績線の休憩国電を除くとほとんどない。その戦績線休憩国電もクリーム4号との、ツートンカラーであり、一般系機動車と同じ組み合わせであったことから、電車であるにもかかわらず、機動車色などと呼ばれた。2000年代以降は、リバイバルトレインの一環として、機動車でクリーム4号と本色に塗られた塗装が、復活しており、 国鉄時代に塗られなかった車両や私鉄、第三セクター鉄道の車両での採用例が多数見られる。ありがとうございます。